こちらには松浦綾、はい、大谷雅恵、はい、岡田結衣、はい、以上の3人に来てもらいました。よろしくお願いします。さてここではもう皆さんにズバリ聞きたいと思います。はい、このハロープロジェクトを通じて皆さんが学んだことは何なんでしょうか。学んだこと、はい、ということでまずは松浦さんから。はい、たくさんありますけど、ね、傲慢さ、うん、いや大事なんですって、大事なんです。あの自己主張っていうか、うん、ある程度わがままだったりとか、うん、あの自己中ぐらいの方が、はい、あのなんていうんですか、自分らしちょっとうるさい自分らしさっていうか、はい、個性が出るというか、うんうんうん、あのやっぱりみんな仲間なんですけどそれぞれや、うん、ライバルでもあるわけじゃないですか。もちろんあなたより目指したい上に行きたいっていう意識を持って常にやっている中で、はい、そういう気持ちって大事なんだなと、はい、あの先輩後輩関係なくそういうのは持っていかないといけないんだなっていうのは私勉強したつもりだったんですけども。いやなるほど、わかります、はい、ですよね。こう流されない気持ちね、ここだけは譲れないっていうのはやっぱアーティストとして大事だと思いますから、はい、誠さんがその髪型を続けてるのも知らん気の中ですっごくやっぱりすごいあの大事なところだと思うんです。そうですか、はい、ありがとうございます。そうじゃないと誠さんじゃないんですもん。わかりました、ですよね。そうです、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、さあそして続いて大谷さん。はい、はい、そうですね、いろんな人間がいるなっていうのを学びましたかね。なるほど、と言いますと、そうですね、私もマッツンが言ったことと、まあ、似てるんですけども、はい、本当にハロプロってたくさんいて、うん、もちろんメロン記念日の中でもこう自分のポジションを見つけなくちゃいけない、はい、まあ、ハロプロの中でも目立たなくちゃいけないっていう意味で、こう自分はボーイッシュ関東だったりとか奇抜な髪型だったり派手なメイクだったりとかねをできるようになったのはハロプロのおかげだなと思うんですよ。はい、でその自信持って見つけた自分を皆さんにこう長いこと愛してもらえてるというのはすごい皆さんに感謝だなと思います。なるほどね、オリジナリティですもんね、やっぱり。そうなんですよ、わかりました、うん、
はい、さあそして岡田さん、ね、はい、学んだこと、はい、岡田がそうですね、ハロープロジェクトで学んだことは、はい、あのハロープロジェクトに入っていきなり美優伝というユニットで活動できたことは石川梨花さんのおかげなんですけど、はい、あのその中であの石川さんから学んだことというのは、例えば楽屋のテーブルの上はちゃんと整理整頓しなさいよとかあとはなんか写真を撮るときになんか姿勢を良くして撮ったら美しく見えるよとか、あとは目上の人に対しての言葉遣いやったり気遣いだったりをちゃんとしなさいよとか教えてもらったんですけど、本当にそういう風に教えてもらったことに対して私は本当に石川梨花には感謝しています。今、あれすみません、すみません、岡田さん、岡田さん、突っ込んでください、今から突っ込んでください。石川梨花さんには感謝しています。梨花ちゃん飛び出てくんじゃないかと思っちゃった、今びっくりしちゃったよ。石川梨花さんには感謝しています。また来ました。いやでも分かります、本当にね、まあ身近なところでね、いろんなことを勉強させてもらって、はい、なんでそんなにそこまで受けますか。すいません、ポロッと出たんでしょうかね。ああなるほど。すいません、はい、はい、さあということでいろんな話が聞けました。さあそれでは続いての曲に参りましょう。音楽がたすが歌ってくれます、カムトゥギャザー、どうぞ。